悪いわね、春ちゃん。ビオンキちゃんまで手伝わせちゃって。ツナさんの晴れ舞台にお弁当を用意するのは春の当然の務めです。私もハヤトの晴れ舞台に姉として何か用意して。オレっちはオレっちのためにお腹いっぱい食べるのね。ユミもっと食べるよ。こら、つまみ食いはダメよ。一緒に若きボンゴレの暗殺に励んだランボ。そうです、その説はお世話になりました。俺は子供の俺の10年後の姿なんです。だからとても懐かしいです。任せてください。今日はあなたに全面的に協力しますよ。ジャパニーズ忍者さん、俺まだまだ子供ですけど、体も心も少しは成長してますよ。国際警察の敏腕忍者デカのことを信用に値しませんかね、悪役忍者さん。
やっと信じてくれましたから、とりあえず俺についてきてください。若きボンゴレは今日ファミリーにがっちり囲まれてますよ。あなたはその状況を破る作戦を持ってます。俺なら持ってますよ。そして劇の主役をやりたいと思って利害を一致しています。そうですよ、正真正銘10年後のランボ。分かっていただけたなら行きますよ。正確には本番前の会ローメオー、助けて、忍者さん、助けて。そっちの忍者もロメオの仲間、じゃあ同罪だわ。仲間イコール同罪よ。まとめてあの世に行きなさい。ポイズンクッキングダブルポイズンバーガー。リボン、どこにいるの？みんなこの日を楽しみにしてきてるから。ひばりさん、そういえばひばりさんは何かに出るんですか？僕は日々並盛中という舞台に立っている。ちっぽけな体育館の舞台には収まらない。なんかよくわかんないけどすげえ。それに毎年おかしな奴が会場に紛れ込むから風景は忙しい。今年は君目当ての観客が多そうだね。あれ？今の、まさか。ちょっと見てくれよ。
くれぐれも学園祭を壊さない。ひばりさん、俺なんかより大変かも。つく、母さんここよ。母さん、みっともないからやめてよ。2時間前から並んで一番いい席を取りました。おかげですっかり眠くなっちゃった。ビアンキ、寝ちゃダメだよ。ビアンキちゃん、保健室のベッドが空いてるぜ。うわぁ、本当にみんな見に来てるんだな。ツナ君、こんなところにいたの？そろそろ支度しないと間に合わないよ。ああ、ごめん、すぐ行くよ。なんだか緊張してきちゃったよ。心配しないでツナ君、こういう時は客席にいるのがみんなジャガイモだと思えばいいんだって。ジャガイモ、ロムさん、ジャガイモブロッコリーだぞ。ピンピンポテト。なんだか緊張がほぐれたかも。その調子。大丈夫っすよ、10代目絶対うまくいきますから。今まで頑張ってきたんだぜ。今さら心配することなんか何もねえよ。そうだぞ、沢田、俺はもう白雪姫の総大将役で一汗かいてきたが、この程度の状況は緊張するに足らん。白雪姫の総大将ってそんな役細けえこと考えてんじゃねえぞ、妻。みんなおめえの緊張を解きほぐそうと気を使ってくれてんだ。そうだよね。ありがとう、みんな。俺、頑張るよ。ファミリーを喜ばせるのもボスの大事な務めだ。受けなかったら殺すぞ。緊張を解きほぐしてくれるんじゃなかったの？次は2の A の演劇、忍者の砦です。作・演出は極寺隼人くん、主演は沢田綱吉くんです。さあ始まりますよ、10代目。よし、頑張るぞ。と、その前にトイレ。時間ないっすからね、急いでくださいよ、10代目。先に体育館行ってますからね。うん、ごめん。うせえな、スマホやつ。始まっちゃいますよ、10代目。遅かったじゃねえか、ツナ。10代目、心配させないでくださいよ。さあ、始まりますよ。戦国の時代、武将たちの手足となり歴史の影を駆け抜けた暗殺者、それが忍者である。忍者として生きることを定められた彼らは、12歳になると一人前として扱われ、日々厳しい修行に明け暮れることになる。
んのお母さん、いよいよツナさんの出番ですよ。頑張って、ツーク。さあ、10代目、幕を上げます。舞台の真ん中へ立ってください。凍りついちまったか。ごめんごめん、トイレの水が流れなくて。10代目、なんでツナがここに。じゃあ舞台に立ってるツナ君は。偽物だな。なんてこった。あんちくしょう、俺がぶっ殺してやります。おめえが行け。俺？はぎ？ツナさんが二人？どうしちゃったの？ツーくん。面白いっしょ。頑張れ、ツナに。思ったより楽しめそうだな。大暗殺部隊が来ちまったみてえだな。ボンゴレ10代目、覚悟。はひ、今度はツナさんが3人になっちゃいました。どれが本物のツー君なの。どうやら一番劣勢なのが本物らしい。ツナに、しっかり。そんな、しっかりって言われても2対1だよ。10代目、今助けます。待て、奥寺。リボンさん、来てたんすか。さあ、この大事な時に服部師匠はどこへ行っちまった。そこにいますよ、お兄さん。おい小僧、なんで止めるんだ。まあ見てろ。もはや貴様は袋のネズミ、ファミリーの助けも期待できそうにないな。くっ、ツナ君、ツナさん。貴様、邪魔をするな。ほざくな、ヘタレ忍者。やばい、殺される。つうか、お前も偽物じゃないか。逃げてんじゃねえぞ、そんな。ジャパニーズ忍者に逃がされちゃったんだよ。あ、死ぬ気だ。じゃない。あいつに死ぬ気の炎を分けてもらえ。死ぬ気の炎を。あ、ジャパニーズ忍者にも死ぬ気の炎が。隙だらけだぜ、お前ら。
死ぬ気で大暗殺部隊を倒す！倒す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 。ありがとう、ジャパニーズ忍者。君のおかげで助かったよ。まあ、いいじゃねえか。何言ってんの？リボーンだよ。リボーン祭様？頭が高いぞ、おめえら。どうなってんの？こっちが聞きたいっすよ、十代目。一体何の騒ぎだったんだ、こりゃ。貴様ら知らんのか？リボ雲斎様といえば、忍術、剣術、砲術、柔術、日本古来のあらゆる技を収めた有名な大老師様だぞ。ジャパニーズマフィアの頂点に立つ伝説の大老師の噂は聞いたことがあったが、実在の人物だったと思うな。知ってんならおめえはちゃんと土下座しろ。なんでリボンなんかに土下座すんだよ。おめえ無事に生き延びやがったな。まあそれでいいんだけどよ。ジャパニーズ忍者は実はボンゴレに仕える影武者の一族なんだ。絶対嘘だよ、それ。つうか、なんでボンゴレに仕えてる奴がボンゴレを襲うんだ。俺たちの里の忍者はボンゴレファミリーの影武者になるのが仕事なんだ。すべてはそのための修行だ。そしていざという時、ボンゴレボスの死ぬ気の炎が消えた時のため、小さい火をつけとかなきゃなんねえんだ。タメビッスか？いや、俺も知らなかったし。つうか、どう考えてもリボンのせいだし。今日、こいつは立派にツナのタネビの役目を果たした。ここへ来るまで変身術も上達した。ボンゴレ十代目、こいつを一人前と認めてやってくんねえか。俺
認めてやっていいんじゃねえか。確かに10代目、こいつの変身術のおかげで俺たちの劇も盛り上がったんすからね。そういや、ツナの代役をやらせようとしてたくれえだもんな。ボクシング部に欲しい逸材だと思ったらそういうことだったのか。みんなが認めるのなら俺はもちろん反対しないよ。決まりだな、合格だぞ。ここは終わりだ。またいずれ新しい任務をやるから、それまで旅にでも出たらいいんじゃねえか。おめえとはしっかり決着つけたかったぜ。時間があれば寿司でもご馳走したいとこなんだけど、波盛りに寄ったら必ずボクシング部に顔を出すのだぞ。ランボさんが遊んであげるもんね。一品と遊ぶよ。本当に行っちゃうの？春は変身三本勝負したかったです。こいつは旅に出なきゃなんねえんだ。引き止めちゃダメだぞ。リボンさん、どこ行ってたんすか？いろいろ大変だったんだぜ。だからずっと一緒だったじゃない。修行を続けて立派な影武者になれよ。そしてこれからもボンゴレを頼むぞ。影武者とかはどうでもいいんだけどさ、また遊びに来てよ。ね、忍者本当に行っちゃうのか？それってツナ暗殺を失敗したからなのか？一緒に見れてよかったな。
謝しろ。忍者友達だからまたあの世に連れて行ってやるもんね。忍者泣くなよ。そんなに俺っちと離れるの寂しいのか。あのね、ナンボさん、忍者にプレゼントがあるんだけど。おい、これ。いなくなってから中身見てね。それじゃあロンボさんはもう行っちゃうからな。に、忍者！何も言っちゃダメだぞ。お、男は黙って別れるんだもんね。じゃあな忍者、また遊ぼうぜ。ヒットマンリボーン、レッツ暗殺、狙われた10代目